トマシノ聖は、大阪府茨城市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、野球解説者。現役時代は西武ライオンズに在籍した。上宮高校では1年生の秋から三塁種のレギュラーとなる。AS 柚ゆずき文雄を養子1981年春の選抜に出場。準決勝に進むが、インバコの佐藤文夫に抑えられ敗退。 同年の春季近畿大会でも決勝に進むが、吉村貞田若いはじめ康を、打の主軸とする、PL 学園に敗れる。その後は、不予選で敗れ、甲子園出場は叶わなかった。三年生時は、首相として、チームを率いる。高校の一学年下に、高山秀和、二学年下に、江本孝一、実定の戸まの賢治がいた。 1982年のドラフトで西部ライオンズから2位、指名されて入団。1985年はアメリカマイナー 1A に野球留学した。1986年には1軍に定着。3類種、指名打者として26試合に先発出場。1987年は開幕直前に辻初彦が故障、2類種の定位置を獲得する。10月に、 辻が復帰するまでよくその大役を務め、リーグ優勝に貢献した。1988年には、辻の復帰によって、出場機会が減少するが、外野手、一塁手も兼ね、瞬速攻守のユーティリティプレイヤーとして起用される。1990年の読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、最終第4戦に左翼手として起用されにあんだ。5回には、 逆転勝ちのきっかけとなる内野安打を放ち、チーム日本一に貢献した。1992年は打率、295を記録。1993年は開幕から二類種として起用され、5月からは外野種として55試合に先発出場。1994年からは外野種登録となり、主に左翼種として40試合に先発。その後は出番が減る。 1996年オフに FA 宣言するも残留。1997年限りで現役を引退した。2013年4月11日1998年から西部の2軍、2000年から2007年まで1軍、守備総類コーチを務めた。2007年10月7日に球団側から来期は契約しないことを通告された。 2011年8月14日2008年からは中日ドラゴンズの一軍外野守備総類コーチに就任したベースコーチも務めた2011年10月6日に来期の契約を結ばないことを通達された2012年からは福岡ソフトバンクホークスの二軍外野守備総類コーチを務め2013年からは一軍外野守備総類コーチを務め 前任の井出達也に代わり三類ベースコーチャーを務めた。2014年11月5日に対談が発表され、11月10日に西武時代同僚だった大久保博士元が監督を務める東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍外野守備走塁コーチに就任することが発表された。2016年より東京ヤクルトスワローズの2軍外野守備走塁コーチに就任。 2017年限りで退団、2018年はダズオンの野球解説者に就任。2019年から楽天の一軍外野守備総類コーチに復帰することが発表された。背番号は79。2020年11月8日に球団側から来期のコーチ契約を行わないことを通告された。ありがとうございます。